逮捕前の離党は、詐欺師の儀式、広瀬議員の処遇に物申す。広瀬めぐみ議員の離党は、単なる自己保身であり、国民の信頼を裏切る行為だ。彼女は、詐欺容疑で捜査を受けながら、離党という形で、責任を逃れようとしているからだ。昨年、広瀬議員は、国会開会中に、不倫報道が出るなど、多くの問題を引き起こしてきた。そして今回、勤務実態のない秘書の給与を、国から詐取した疑いが浮上し、家宅捜索を受けた。ネット上では、自民離党は逮捕前の儀式。結婚式前にエステに行くのと同じという声が上がり、彼女の離党は責任逃れに過ぎないとの批判が相次いでいる。離党ではなく、議員辞職すべきだ、一般人なら逮捕されているだろうといった意見も多く、国民の怒りは強い。広瀬議員の離党は、問題の解決にはならない彼女は公職にあるものとして、国民に対して責任を果たすべきだ。あなたはどう思いますか？